刺激道場ビーズラボ。はい、今回は型始めの説明をします。では完成形見せます。という感じの、締め技です。では説明していきます。まず、締める、首を締める手ですね。ここでこう横を締めるわけですが、他の締め技同様深く入れます、ね。前回の片始めの動画にもありましたが、まあ、浅くしか持てなかった時はもう片方の胴着を引いて深い位置に上げていくのも、小技のテクニックとして覚えておくと便利です。まあ、今はこうしておきましょう。はい、しっかりと深いところ取れました。もう一方の手を脇の下から入れて相手の腕を上げて後ろに回してこういうふうに絞っていくと決まります。はい、手を一回こうしてからこっちに回るととても決まりがいいです。はい、一つポイントです。ここから相手から離れてください。分かる、ね。くっついてやる締め技もあるんですが、片始めの場合は最後の締めの時に相手と離れていくと、決まりが良くなります。ここね、こんな感じでいくと、決まりが良くなります。はい、あともう一個、決まり良くする方法です。ね、バック取ってますので、相手を倒して頭一個分下のところに相手を置いて決めるとより決まりがいいです。できればここまで持っていけると相手も逃げづらいしね、足も押さえたりして、相手の逃げ場を塞いだ上でかけられるとなおいいかなというふうに思います。